この度の里帰りでの成果は主様たちのご助力あってのものです。ご迷惑をおかけした場面もございましたが、改めてお礼を申し上げます。ありがとうございました、主様。レンジャー合宿の成果を里のエルフたちに共有し、外から訪れる方々とも信頼関係を構築できました。きっとこれからも自然を大切にしながら交流を続けていくはずです。おや、この光は。きっとアメス様からの託宣でございますね。主様、どうぞ私の膝をお使いください。お戻りをお待ちしております。主様ではなく、あなた様。この度は私のお呼び出しに応じていただきありがとうございます。今日お呼び出ししたのは、恥ずかしながら相談がございまして、できれば直接会ってお話ししたかったのです。ありがとうございます。やはりあなた様はお優しいです。それで相談の内容なのですが、動物園にいらっしゃるお客様についてなのです。いえ、そのようなことはございません。経営のことはよく存じ上げませんが、お小遣いが減ったりもしておりませんので順調だと信じております。実は最近、動物園のルールを守っていただけない方が増えてきておりまして、かなり問題になっているのです。そもそもここで飼育されている動物たちは、本来暮らしていた環境から切り離され、少なからずストレスを感じながら暮らしています。だからこそさらに負担をかけるようなことはご遠慮いただきたいのですが、フラッシュ撮影やガラスを叩くなどの行為が多数報告されているのです。私も日々動物園で過ごす中で、そういった行為を目撃したことがあります。ですが、そのご覧の通り、ちんちくりんのお子様ですので、私から注意を申し上げたところで真剣に取り合ってもらえないのではないかと悩んでいるのです。報告だけして大人に任せればいいですか？それも試してみたのですが、その場での注意ではないため、とぼけたり逆に言いがかりをつける気かと激高される方も多く、そんな事情もありまして、このままではいけないと思ったのです。大人を頼る以外にも私にもできることがないか、あなた様のお知恵を借りられればと思った次第でございます。なるほど、現場百遍というやつでございますね。この前父と見たドラマでおまわりさんが言っていました。早速現状をご覧いただきましょう。本日はお休みということもあり、家族連れでにぎわっておりますね。問題のありそうな方は見当たりませんが、とりあえず見て回るといたしましょう。パンダだ！お姉ちゃん、どうしてパンダってあんな色してるの？え？ちょっとお姉ちゃんもわかんないわね。なんでなのかしら？むむ、確かに改めて言われてみると気になりますね。あなた様、なぜパンダはあのような色をしているのでしょうか？愛くるしい見た目をしておりますが、実は硬派な一面も持ち合わせていたのですね。逆に他の動物はあまりそういったこだわりはないのでしょうか？
よくわからないから適当なことを言った。それはいけませんね、でございます。危うく学校で豆知識として披露するところでございました。今度父に尋ねてみることにいたします。もしお時間があればあなた様もいらしてください。一緒になぜパンダがあの色なのかお勉強しましょう。すげえ、パンダだ。写真撮らなきゃ、連写撮影だ。ま、あなた様、マナー違反のお客様です。パンダに向かってフラッシュを焚いておりますね。パンダも露骨に不機嫌そうでございます。ご覧ください、あのふてぶてしい態度と悲しい眼差しを。もともとあんなものだったと言われればそんな気もいたしますが、親御様はいらっしゃらないご様子。同年代の子供ならば私の話も聞いてもらえるかもしれません。今から注意してまいりますので、その様子を確認していただき、後でちゃんとできていたかご意見をお伺いさせていただければと思います。では。よし、次は別の角度から。お楽しみ中のところ申し訳ありません。動物はカメラのフラッシュがとても苦手なので、写真を撮る際はフラッシュを焚かずに撮影をお願いできますでしょうか。え、そうだったの？ごめん、僕知らなくて。パンダ死んじゃったりしない？ご安心ください、それでいきなり死んだりはしません。ですが、ずっとストレスを与え続けてしまうと攻撃的になったり病気になったりしてしまうことがあるのです。もしも動物が好きなら、動物が疲れないように上手にめでていただけると助かります。せっかく写真に収めるなら元気な姿の方が良いと思いますので。わかった。フラッシュを切ったよ。今度から気をつけるね。ご理解とご協力に感謝いたします。それでは引き続きお楽しみください。いかがだったでしょうか。あのような形であれば問題なさそうでしょうか。ほう、そのような評価をいただけますとは、私とっても自信がついたように思います。この調子でご協力をお願いして。はい、クラッシュ撮影が何だって？さっきまで俺もフラッシュ焚いて写真撮ってたけど、こっちにも文句があるってことでいいのか？いえ、文句というわけではなく、お願いというだけで。私よりずっと背が高い男の人です。とてもではありませんが、どんなに丁寧にお願いしてもお話を聞いてもらえそうな雰囲気ではありません。俺のライフワークであるワクワクアニマルアルバムの制作に水を差すなんて、いい度胸だな。明るさが足りなくてパンダの魅力を引き出せなかったらどうすんだ。いえ、その私はそういうつもりでは、撮影の邪魔がしたかったわけではなく。まがまが喋ってんじゃねえぞ。さっきまでガキ相手に普通に喋ってただろうが。俺はな、相手を見て態度変えるやつを見るとムカつくんだよ。申し訳ありません。あの、これ以上は邪魔をいたしませんので。あなた様、なんだてめえ、割り込んできてんじゃねえ。
お前も俺のワクワクアニマルアルバムの制作過程に文句あんのか？いけません、お下がりください。もし喧嘩などになったら怪我をしてしまうかもしれません。私の言ったことは間違いじゃない。だからちゃんと伝えて分かってもらおう。そんなこと可能なのですか？何をカサカサやってんだ。言いたいことがあるならはっきり言えや。なんだ、いきなり頭下げやがって。あたかまくせに情けねえな。ガキの前でいい格好しようとして今さらビビってんのか？ いえ、怯えてなどいません。むしろすごく怒ってらっしゃるお顔です。それなのにどうして丁寧に対応されていらっしゃるのでしょう。あ、なんだ、そこのガキの言い分は間違ってない。ご理解お願いします。だ、理解が足りてねえのはてめえの方だろうが。こっちは金払って入ってんだから好きにする権利があんだよ。文句あんなら拳で白黒つけてやろうじゃねえか。いけません、あなた様、このままでは本当に喧嘩になってしまいます。私のせいで怪我をするなんてことになったら。こいつ何なんだよ、さっきからこんな調子で食い下がりやがって。おい、そこの君、彼があんなに丁寧に注意してくれているのにあんまりな態度じゃないかな。これ以上めちゃくちゃなことを言うなら係員を呼ぶわよ。お金払ってるのは他の人だって同じだし、ちゃんとルールを守って利用してるんだから。なんだよ、急にゾロゾロ群れやがって。分かったよ、フラッシュたかなきゃいいんだろ。だから係員とか呼ぶなよな。あなた様、ご無事で本当に安心いたしました。私すっかり萎縮してしまい何もできず、本当にご立派な対応でございました。最後まで丁寧な態度を崩さなかったおかげで周りのお客様を味方につけることができましたね。だから喧嘩を始めてお客様や動物たちをびっくりさせることは避けたのですね。楽しい時間を壊してしまうことになるから。勇気と優しさ両方持ち合わせているあなた様だからこそそのような対応を取ることができたのだと思います。私も大変参考になりました。やはりあなた様こそ理想の主様でございます。私もいつか今日の日のあなた様のように振る舞うことができたら。今回もコッコロタンの可愛さが五臓六腑に染み渡ったわ。満足よ。動物を守ろうと一生懸命なコッコロタンにキュンとしちゃった。だからこそ絡まれてるところは辛かったわ。今すぐそばに駆け寄って抱きしめて頬ずりしてあげたかったもの。もちろんあのリーゼント頭をギタギタにお仕置きしてからね。きっとあんたも同じくらい腹が立ってたと思うのよ。それでも最後まで丁寧な態度を崩さなかった。根性あるじゃない。感心したわ。コッコロタンの前で乱暴なことしたくなかったんでしょ。せっかくあの子が丁寧な言葉遣いで注意してたのに、あんたがめちゃくちゃやったら全部パーになるもの。そしてあんたのそういう優しさは間違いなく今のコッコロタンの性格にも影響してる。たとえ記憶が曖昧になっていたとしてもね。いつどんな時でも
言葉だけで解決できるわけじゃない。それでもできる限り優しい形で解決を試みるあんたたちの姿は私も見ていて気持ちよかったわ。これからもコッコロタンの前では優しいあんたでいてあげなさい。そういう姿にあの子は憧れてるんだから。それじゃまたね。主様、お目覚めになりましたか。きっとこの度もアメス様から有意義な託宣をいただけたと思うのですが。ふむ、なるほど、そのような夢だったのですか。なんだか私たちの里でのパトロールとそっくりな託宣でございますね。アメス様も理解の輪を広げるためには丁寧に語りかけることが肝要だとお考えなのでしょう。今後もこの考え方を大切にしてまいりましょう。